チワード in ディズニーワールド。ハロー、スチワードです。いつもご視聴ありがとうございます。フロリダのディズニーワールドではディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。さあ今日の動画ですが、久しぶりのアトラクション全制覇チャレンジの動画になります。今回はエプコットのアトラクション全制覇チャレンジ、イエーイということで、本当にね久しぶりなんですがお届けしたいと思います。今回ね実施したのは2023年8月29日火曜日平日になります。でこの時はスチュワートたちはディズニーの直営ホテルにね泊まりましたので、まあ、ディズニーホテルに泊まった人の、特典であるアーリーエントリーっていうのがね使えました。でこのアーリーエントリーは一般の入場時間よりも30分早めに入れるというものです。でこれをね使ってエプコットアトラクション全制覇チャレンジをしました。でエプコットにはね人気アトラクションがいろいろあるんですが、まずねレミーのアトラクション、フランス館にあります。それからねフローズンエバーアフター、これはねノルウェー館にありますね。そして比較的新しいアトラクションのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーコズミック・リワインド、こちらですね。それからテストトラックも人気ですね。あのソアリンもね人気となっております。さあそれプラスアトラクションではないんですが、やっぱりねキャラクターグリーティングもあのいろんなねキャラクターに会おうという感じでした。でこの頃はまだねディズニー100、ディズニー創立100周年記念のイベントはね行われていない時期でしたので、あの100周年のねお衣装のミッキーちゃんミニーちゃんのペアグリっていうのはなかったんですが、そうそうフィグメントくんもねまだこの時はいませんでした。ね、どんなねキャラに会えたのかっていうのも、この動画でねお楽しみいただければ嬉しいです。今回ねエプコットアトラクション全制覇できたのかできなかったのか、この動画で全部がね分かりますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。それではどうぞ。スッチワード、はい、スッチワードです。ただいまエプコットに来ております。でロープドロップなんですが、ただいま8時、消えてます、はい、8時17分です、はい。で今回はアーリーエントリーで入っておりますので、一応ね8時半から入れることになっております。で、ここはなんとねちょうどねここのニモの横、あのラウンド館の前でちょうどあのここに球体があるんだけど、そのところでねここで1度目です、フューチャーワールドは。ということで今日は全制覇やってみたいと思います。全制覇チャレンジ、スッチワード、はい、はい、ただいまの時間8時35分です。ラタトゥイユの入り口の方にね、はい、入りました、やりました。30分待ちだそうです。あー30分待ち。ただいまの時間8時48分です。レミのアトラクションに今から乗ります。セクション19レコード写真展バンコクフォーク、はい、はい、こんにちは、シルベです。今ね9時3分で来ました。開園時間まだ3分です。これが2つ目のアトラクションで、実は開園前までに2つアトラクションに行きたかったので、まあ、ギリギリかなって感じです。Everyone is snow summer day. はい、ただいまの時間9時37分です。
あ、大丈夫。9時37分です、はいはい、で、アナ雪のね、フローズンっていうあのエヴァーアフターっていうアトラクションに乗りましたが、その後ね、アナ雪のあのキャラクターグリーティングに行こうと思いましたが、あの30分待ちだったので、ちょっとそれはね、後に来ることにします。そしてガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーもう呼ばれてる、はい、スッチさんが頑張って18番で、本当は9時40分までに入らなきゃいけないんですけど、あと3分ぐらいしかないって、おそらく大丈夫なんですけど、はい、大丈夫だと思うんですけど、一応ね、早めに行きます。今ね、この時間9時44分です。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの、コズミック・リワインドに Q がね、呼ばれましたので、急いでね、こちらに来ました。で、9時44分なんですが、今回のボーディンググループは18番が取れました。すごい早いです、はい、ここからね、何分ぐらいでライドに乗れるのかっていうのも気になるところです。はい、ただいまの時間10時12分です。はい、コズミックリワインドに、並びましたが、 Can we wait for the front row ということで、ここにね、並ばせてもらっています。ちょっと足元見せても、あ、まあ、写真でいいか。はい、で、ここでね、一番前を待ちたいと思います。はい、10時26分です。ミッションシーズグリーンだよ。グリーンはあのすごい楽な方です。オレンジミッションはちょっときついパス今日はね。はい、はい、行ってきます。It's powered by solid hydrogen and can accelerate from zero. Hi, mission space is green. Good evening, everybody. 10:37. Take him out. Mission control, the tower is clear. They're all yours. Mission control to X2. You are go. And throttle up.
り人にして、生きるため働くために、意味がわからない、生きるために働いている、働くために生きている、生きるために働いているじゃない。そう、働くために、どっちでもいいや、これちょっと難しい、難しいね。あ、でも働くためのがいいかな。未来の都会ではとても快適に仕事ができます。快適な、これスッチだよ。音声や動画情報の充実、グローバルネットワークと最新のデジタルツールで夢が現実へと変わります。何作ってる？あ、いいね。ボードミーティング。どこかへ出かけるときも出発の準備はすぐに完了。列車は磁力で快適走行、移動しながら働けます。移動しながらも働かなきゃいけないの？いいアイデアが浮かぶあなたはバーチャルツールで仕事をしながら、超高速ネットワークのおかげで乗り物がたちまちオフィスに変身です。デザイナーじゃん。会議がこんなに楽しいなんて。これ会議？会議中？Google メガネじゃね。The end。はい、ただいまの時間11時39分です。今からリモの接客に参ります。Seen who? Hi, I'm Dory. I am. What the hell is looking for you? Too bad you can't.私、ケビン・グウィッサランドに来ております。何しに来てんの？植物採集？お料理に使う植物を見に来ました。Nearly two-thirds of our global food consumption. Learning how to increase yields of these things.終わり、イエーイ、やりました。チュー。
Please don't let your imaginations run wild. I'm Dr. Nigel Channing, Chairman of the Imagination Institute. Hello! On your tour, you'll see how the imagination has been set free. Just turn your imagination. You look perfect. はい、ただいまの時間2時49分です。おお、カナダ。カナダ。カナダ。はい、ありがとうございます。はい、ということでカナダ館に来ております。今からね、9分待ちで入ったんですけれど、もう8分になったところ、はい、もうね、はい、2時49分ということで、もうすぐね、映画を見れます。はい、さっきは外のカナダの屋台でステーキとチーズ、こんなものを食べました。はい、こちらの写真は。いや、最高でしたね、はい、ステーキね。で、ステーキだけじゃなくて、あのトリュフ味のね、バター、トリュフバター添えだったので、それも美味しかったし、でチェダーチーズのスープも食べました。最高、プレッツェルにつけてね、はい、たっぷりと食べました。はい、もうちょっと足りないけどね。はい、じゃあねー、バイバーイ。バーイ。3時51分です。たまたまね、チャイナのとこ空いてたので、チャイナのシアターに、今から見たいと思います。上手なショーです。ここがね、外にね、何分とか記載がないので、チェックしてください。はい、リフレクションチャイナだったっけ。そうです、はい。あ、よかった、間に合った。はい、ただいまの時間4時17分です。ただいまアメリカ館に来ています。で、10分から、はい、アメリカンアドベンチャーがあるので、それに合わせてきました。はい、この午後の時間だと1時間に1本しかないので、ちゃんとね、時間を確認してから。この前の回はちなみに3時半だったので、ちょうど合間になったので、気をつけてくださいね。はい、まあいいタイミングでね、来れました。バイバイ。チーズフライと、こちらチキンティッカマサラです。はい、今回はこの2品を頼みました。それではいただきましょう。あれ、前のよりね、なんか形がちょっと違う感じ。しっかりチーズですよ。で、こちらのマンゴーのケチャップ、マンゴーのケチャップ、いただきます。結構ね、スパイシー。 5.25 です、こちら。うん、あ、でもね、美味しいね。カレーの風味とこのね、まあ、ケチャップっていうかね、ケチャップではないんだけど、これはすごくスパイシーなのかな。あの、ちょっと酸味があってすごくよく合いますね。カレーもお願いします。こちらカレーですね。ね、チキンもあるし、ナンもしっかりついてるんですよ。はい、ご飯チキン入ってるね。はい、しっかりと入ってますよ。はい、ご飯です。いただきます。こちら 6.25 で結構な量ですね。うん、美味しい、美味しい。これおすすめ。
ごい辛い。辛いんだ。これは辛いのが苦手な方はちょっとやめた方がいいぐらい。やばい。辛いです。でも本格的な美味しさ。本格的な美味しさですね。カレーが日本で食べるカレーとは全然違う感じで。まあそれはね。野菜がいっぱい入ってて。ああしっかり入ってる。しっかり入ってて。お味もすごくいいですね。はい。Thank you so much. Yes. Very nice. Elsa, do you mind saying hi to my friends who couldn't make it today? Of course.Thank you so much. はい、ただいまの時間5時47分です。グランドフィスタに今から行くよ。行きます。行きます。噴火してます。Excuse me, we are looking for a dog. Never mind.5時56分です。これで、はい、エプコットのアトラクション全制覇。やったー。やりました。前回ね、できなかったんで、うまくいきました。今回の勝因も、今回はちゃんとね、朝ロープドロップできたこと、ディズニーホテルに、ね、泊まったので、いつよりも30分前に入れたっていうのもグッドでした。あとね、今回のコツは、はい、移動で、ミニマイズしました。なので、はい、ほぼほぼね、移動を少なくしてました。はい、移動が少ないように、ちょっと、例えば、できるだけ歩かないように、順番を考えてという感じにしました。疲れないようにしました。例えばね、ランド館だったら、もうランド館、全部、どんどんどんとね、やる。はい、やったりとか、それがすごく良かったですね。はい。で、会えるかな、どうかな、ちょっと心配してたキャラクターグリーティングですが、パパパッと入れました。例えばね、プーさんとかミッキーとか、あと誰に会えたかな、あ、ヨロコビさんとかはもうあんまり考えないでパパッと会えましたね。あとアナとエルサはもうアトラクションの中にカウントで入ってたので行きました。はい、すごい楽しかったですね。はい、ということで、全制覇おめでとう。お楽しみいただけたでしょうか。スチュワートインディズニーワールドでは、こういったね、全制覇、アトラクション全制覇の動画とか、あとレストランレビューとかですね、あとホテルレビュー、そしてディズニーワールドだけでなく、ディズニークルーズに関するコンテンツも配信しておりますので、ね、まだ見てないよという方は、ぜひぜひね、いろんな動画ありますので、チェックしてみてください。はい、ということで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。この動画が良かったよと思ってくださったら、グッドボタン。これからの動画を見逃さないためにも、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、こっちはどうぞ。シルベーヌでした。バンドンソコンでした。ソコン。バイバイ。私はマダガスカルで、セッツさんはあのビバリ、イタリアのニガリが。これニガリが美味しいよね。グッドです。マダガスカルのやつはなんかトロピカルな味です。うん、はーい。ナンバースカッフライト。そうね、このね、スプライトが大好き。こちらロシアのスプライトのキュウリスプライト。こちらはちょっと見えないかな。ああ、ごめんなさい。
さいおこぼし。これは韓国のライチです。いただきます。あ、これ炭酸じゃないんだね。すっきりしてる。まあ、いろいろ試してみてください。無料です。はい、無料。フッチワード。はい、ということでエプコットアトラクション全制覇いかがだったでしょうか。いやー、あの本当ね、無事ね全制覇できてね、とっても嬉しかったです。前にねちょっと失敗もしたりしていましたので、いやー結構ね思ったよりも早めに終わったのがびっくりしました。ディズニー直営ホテルにねお泊まりの際はね全制覇を目指すのも楽しいかもしれません。で今回ね全制覇だけじゃなくって、フード&ワインのねお食事なんかも2カ所で食べれたし、それも楽しかったです。あとキャラクターに会えたのもすごくね嬉しかったです。はい、このね動画が皆様のご旅行のご参考になれば嬉しいです。でこのね全制覇シリーズっていうのは他にもねいろいろ出しておりますので、まだチェックしていないっていう方はぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよと思ってくださったらグッドボタン、そして今後の動画を見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではスッチワード。